皆さんこんにちは、松かなチャンネルの松本かな子です。今日も一日一曲見に来てくださりありがとうございます。はい、今日も宣伝から参りたいと思います。9月の30日ですね、音どころ道屋さんで、第2回弾き語りアコースティックライブがございます。そちらの方はですね、なんと松本かな子1000日達成記念ライブに参加してくださるアーティストの方が出演いたします。18時が会場、19時から始まりまして、三塚博之さん、そして松本かな子、君島大輔、そしてココブルーさん、ベタスタンスというね、栃木県北を引っ張っているこの5組で歌いたいと思いますので、ぜひぜひ来ていただければなと思います。もう9月30日でね、いろいろこの12月に向けてまた頑張っていきたいなと思ってますので、ぜひ見に来ていただければなと思います。はい、今日はですね、リクエストをいただいた曲にチャレンジしたいと思います。高林三直食堂のよっくんさん、今日もリクエストありがとうございます。もうね、みゆきさんのすごいいい曲ばっかり教えてくれて、もう私またしびれました。よっくんありがとうございます。今日チャレンジする1曲はですね、1979年の3月21日に発売された中島みゆきさん5枚目のオリジナルアルバム親愛なるものへの中の1曲、寝ゆきという曲にチャレンジしてみたいと思います。寝ゆきすごい。こちらの曲は CD の5曲目に入っています。こちらの曲はフジテレビ系ドラマ午後の恋人の主題歌ということで、1981年に研ナオコさんが恋愛論というねアルバムの中でカバーして、そう、私もね調べたら最初あの研ナオコさんの方が出てきまして、なかなかみゆきさんの楽曲ってねサブスクにもないし、でもすごくいい曲だった。知らない曲いっぱいまだまだあってびっくりです。はい、ゆきにチャレンジしてみたいと思います。聞いてください。誰も気にしないで泣いてなんかいるのじゃないわ、悲しそう見えるのは街に流れる歌のせいよ。いやね、古い歌は優しすぎて慰めすぎて余計ありがとうございました。松かなチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。いやー、めちゃめちゃいい曲。いや、これね2番目もすごくよくて、この最後にねこの上がるところがすごくいいんですけれども、ちょっと
間違って撮り直しちゃったらねまずいなと思って、いやこれライブでやりたい。ちょっとよっくんのね、そう三直さんでもねベタスタンスさんがねあの配信をやるので、今度ちょっと飛び入れで参加させていただこうかしら、松かなもいいかなとかねえこれライブでやりたいな、すごく素敵な曲でした。よっくんさんリクエストありがとうございました。皆さんもね本当残り77日8、まあ、今日は今撮ってるのが、9月18日なので77、まあ、これは出すのが何日か後にはなると思うんですけれども、ね、残り少なくなって、あと前にリクエストしたんだけどまだ松かなちゃん歌ってないよっていう方もねもう一度あのリクエストしていただいて、まあ、だいぶねあのコード進行も弾けるようになってきましたので、ぜひぜひリクエストもお待ちしています。はい、それでは明日も松かなチャンネルでお待ちしています。最後までご視聴ありがとうございました。またね。